もどうも、マリオ RPG リメイクにドソキーユングが続投してて嬉しい花宮ネクです。今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回貧乏神に対抗しうる超巨大ネズミ戦車チューザーを復活させるぞ。地図に示された場所にゴーってところでしたね。あっさり見つかりました。赤いサンゴ礁が皮膚きってことなんすね、これ。祈りと直系の地、マジでミコさんが呼び出すタイプの怪獣じゃん。キングシーサー的な。ヘルチン、血も怖けで大声も怖いの。マキ、よく戦闘してくれてるよな。震えながら戦ってんのかな。貧乏神が完全体になりそうって時に悠長。それは確かに捧げ物とかも用意した方がいいのかな。おにぎりとか。
これはデンデコ様の感情にこうして出てきたのでは？だとしたらナイス話題だぞポッコちゃん。そしてこれはネズミなのかドラゴンパピー的な感じに見えるが、通常版オリエンタルピアノアタックでテンション上がるし、まあいいか。させてくれません。結構長いイベントだったし。あ、ちゃんとセーブさせてくれる。気が利いてるね。最初にはちゃんと突っ込むんだ。そして結局わからないんだ。サイヤ人ばりにスーパー化してるのかしらね。ネズミはともかく、子は近寄らんとこってしてた神々も皆殺し対象なの？切れる当たり判定がでかすぎる。やっぱり怖いな。ジャギジャギ貧乏神、ここをグラに戻して、え、チューザーアーマーで常にダメージ 80% と異常耐性 80% 強すぎ。チューザーの体力が実質的な時間制限か。ガン攻めでいくぞ。冷静に考えたら5万ダメージ食らってたところを 80% カットしても1万ダメージ食らって痛いことに変わりないな。まあ頑張るか。電電太鼓で仏光と魔光が 1.6 倍。ちょっと盛り上げがうますぎる。まあ納得できる範囲の火ダメにはなったな。まだ強いけど。おお、全滅させられた津波にも耐えられるようになってる。やったぜ。おおっと、死のデッキ破壊ウイルス、毒、疫病、
即死はどれも一発も当たらず 80% 耐性ってすげえ。あ、まだチューザーは元気。マジでいつも通りに殴ってるけどこれでいいのかな。たまには福ちゃんのゴールデンハンマーでも使ってみるか。うん、9500ダメージ。状態以上にはならず切ない。で、ここからひたすら悪魔コンビが殴ってたのでカット。わお、サモンセドナで8万ダメージ。忍さん、お膳立てしたら結構やるな。とどめは福ちゃん限定かい？このゲームだと珍しいね、そういうの。福パワーで追消滅させるのかしら。命乞いタイムか。好きなだけ言ってみー。何も聞き入れないが。あの信徒たちもさすがに人間とネズミと神様の皆殺しは望んでなかったと思うな。みたいなこと言う雑人間語りに福ちゃんが完璧な論破をしてくださったな。で、その携帯でも貧乏神フィールド使えるの？てっきり使えないものかと、使われてたらやばかったな。よければフォローやチャンネル登録よろしく。